はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、高校国語教科書聞き流し、これ東京書籍のね、これ共鳴し引き出される力っていうね、まあ評論文というかね、論説文なんですけど、これ伊藤麻さんというね、これ若年性アルツハイマーね、物覚えがね全然覚えられなくなっちゃったっていう人のね、話なんですけれども、まあでもね、それはね、物の考えようなんだっていう話なんですよね。さあ、どういうふうに考えれば物忘れが、ひどくなってもね大丈夫なのかっていうね、まあそんなような話なんですけどね。じゃあいきます。伊藤麻さんの共鳴し引き出される力という話です。若年性アルツハイマー型認知症の当事者、丹野智文さんは言う。みんな覚えなくちゃいけないという前提があるからおかしくなっているんだと思うんですよ。丹野さんが認知症と診断されたのは39歳の時、今から6年前のことだ。丹野さんの症状の特徴は顔が認識しにくいこと。一緒に食事をしていた人もコートを着ただけで別人に感じるし、友達のライブに行っても3回4回顔が変わる。当然一度会った人の顔も忘れてしまう。でも困ることなんてないよと丹野さんは笑う。自分が忘れてしまっても相手が覚えていてくれれば、その人との関係が消えるわけではないからだ。ごめんね、次に会った時に忘れちゃってるからねと伝えておけば、相手を不快にさせることもない。ここにあるのは記憶するという能力を個人に属するものではなく、人と人の間に成立するものと捉えるラディカルな発想の転換だ。私が記憶するから私たちが記憶する。この転換には能力や福祉とは何かを考える上での重要なヒントが詰まっているように思う。病や障害を持つと様々なことができなくなると考えがちだ。その背景にあるのは、できるできないを二分法的に考える硬直した能力主義である。しかし本当にそうだろうか。そもそも能力とは個人に属するものなのか。誰と仕事をするかによって引き出される能力は変わるし、道具一つなくなれば発揮できなくなる能力もある。現に多くの現代人が記憶、計算、初期などの能力の大部分をスマホやパソコンにアウトソーシングしているではないか。目の見えない知人からも似たような話を聞いたことがある。彼女の趣味はマラソンだ。目の見えない人が走るときは目の見える伴走者と一緒に走る。二人をつなぐのが一本のロープ。ロープを輪っかにして二人で持ち、腕振りのリズムを同調させながら走る。すると不思議なことが起こるのだそうだ。本当に時々目の前に走路が見えてくるときがある。繰り返しになるが、彼女は全盲である。にもかかわらず進むべき道が見える。多くのランナーが指摘するのは共鳴の感覚である。坂田、頑張ろう、ペース落としてといった思いが言葉にするより先にロープを通じて相手に伝わるのだ。一つの体に起こる変化が相手に伝わり、さらに自分に返ってきて増幅させる。二つの体の境目は曖昧になり、相手の目を使って見るというようなことが起こる。見える人にとっても、この一体感はもはや伴走とか助けてあげるっていう感覚ではない。私ができるできないの二分法を警戒するのは、それが先回りの解除につながるからである。この人はできないだろう、ならやってあげよう。一見親切な行為に思えるが、そうした忖度が結局当事者の自由やチャレンジする機会を奪い、ますます無力にしていく。生きることは予測不可能性に満ちている。行為にリスクはつきものだ。失敗を未然に防ぐよりも、失敗が起きた時にそれをネットワークの中で解決できるように備えておくこと。キーワードは予防ではなく予備なのだ。障害があるとは、何かをするのに自分一人の体では完結できないということを意味する。だからこそ他者の力を巧みに取り込み、自分をネットワーク化して生きる人たち。社会は彼らが身をもって示す能力の定義に習うべきではないだろうか。目が見えなくてもね、いいんだと。
物忘れが、激しくても構わないんだということなんだね。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。